西部ロッテ、15日、ベルーナドーム、ロッテ、佐々木朗希投手が15日の西武戦、ベルーナドームに先発。野村大嗣内野手の頭部に支給を与え、危険球で降板となった。映像、無事であってくれ、ファンから心配の声が殺到、頭部支給を受けた場面。2点ビハインドの7回、フォークがすっぽ抜け、ボールは野村大の頭部を直撃した。 野村大は門んり打って倒れて頭を抱えた。危険球と判断され、佐々木は降板。支給を受けた野村大にはダイソーが送られた。ベルーナドームは騒然とした雰囲気に包まれた。佐々木の試合前時点の今季成績は15登板で8勝4敗、防御率2.43。この日は6回まで5安打4奪三振で3失点で。 6回にも佐藤隆星内野手に支給を与えていた。